私の一日は、まず朝起きて、まず一日に感謝することから始まって、そして朝食を食べて大学に行って、培養室に飼っている細胞をまず覗いて、まあおはようという声をかけるような気持ちで、細胞が元気にいるかなというふうに覗いてみます。で、その後は、まあその日の実験の計画によって、タンパク質の実験をしたり、あるいは、 まあ別のいろんな機械を使う仕事をしたり、あるいは、まあデスクワークのようなこともありますけれども、まあ一日を終えて、えー、夕方、そうですね、まあ夜、あの、夕飯前に家に帰るという、まあそんなスケジュールです。